最終日9レース走ります。和歌山の稲城選手です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。デビューして1年経ちましたけども、はい、振り返っていただいていかがでしょうか。そうですね、まあ思ったレースできてよかったかなと思います。はい、直近は優勝もすごく多くて、はいはい、どうですかその辺は。自信がついてきたとか、まあ、レースもすごい慣れてきたとかあるかなと思うんですけども。自信がついた、まあまあそれもそうですけど、まあ、レース覚えてきたっていうのもありますね。はい、なるほど。やっぱりこの、まあ、今回のメンバーの中でも特に積極的な方だとは思うんですけども、はい、意識してる部分はありますか。そうですね、まあ、好きとかあれば、うん、行こうかなと思ってますね。まあ、今回、まあ、同期も多いレースになると思いますけども、はい、また近畿は一人ということで、はい、明日はどういうふうに伝えられますでしょうか。明日は短期だと思うんで、まあなんていうんですか、流れって感じですかね。はい、短期戦は初めてです。初めて。はい、で特に今どう戦うかとかっていうのはあんまりパッと出てきてないような感じですか。まあ、多分考えても一緒なんで、はい、もう考えてないですね、何も。もうレースを見な、流れを見ながらみたいな、はい、流れ見て、まあ、行けるところがあれば行くみたいな感じですかね。まあ、今回あの、まあ、記念開催で、はい、まあ、多くの SQ 選手もいますけど、同じ近畿の選手とかに何か聞いたりとかっていうのは特には、はい、今はまだないですね。ないです、はい。まあ、この特に今回は脇本選手とかがいると思いますけど、はい、お話したりとかあんまりはないですか。ないですね、はい。じゃあもう自身で考えて明日に挑んでって感じですか。そうですね、はい。聞いても多分あのできないんで、はい、もう思いっきり、はい、もう行くしかないですね。はい、わかりました。はい、では、明日に向けての意気込みを最後にお願いいたします。はい、明日頑張って1着取れるように頑張ります。応援よろしくお願いします。